え皆さん、こんばんは、えー、いかがお過ごしでしょうか、もうまた世の中が師走というのにですねコロナウイルスも忙しくなってですねもうオミクロン株一色になってきましたけれども、えー、ぜひ、のこのままですね、えー、コロナ注意してもらいたいと思います、それから昨日はですねあの私、毎年注目してるんですけど、まあ、皆さんもそうだと思うんですけどあの流行語大賞ですね、リアル二刀流ですね。 ショータイムということで両方とも大谷選手の話題がですね独占しましたけれどもやっぱりね、えー、日本人がアメリカで活躍するというのは日本人としてね大変嬉しいものがありますよね。 でまあ今日はですねその大谷君を祝ってということではないんですが、えー、大谷君ほどですね活躍しないアメリカ人の話を、えー、してさせていただきたいと、えー、思います、えー、この方です、えー、ジョー・バイデン大統領でございますジョー・バイデン大統領はですねえー、っと先月 20日ハッピーバースデートゥーユついに79歳になりました来年の今ご覧もう80歳でございます史上最高齢の記録をですね更新し続けているわけでございますが、えー、なんと老体に無ちを打ってですねご老体に無ちを打って来週ですね、えー、民主主義サミットを開くとこれも日本であの始まる前から結構話題になってますねもちろん日本の岸田首相も参加しますけれども、えー、来週末ですね110カ国地域 台湾も含めるともちろん中国ロシアはもう中国ロシア包囲網ですねのを開くということでバババババーンということでですね日本は非常にこう盛り上がっているわけですねこれでその中国包囲網ができるんじゃないかということでですね盛り上がっているわけでございますが、えー、まあちょっとですねあのバイデン大統領はですねあの大谷選手とちょっと違うと思うんですねどう違うう違かというといですね。 大谷選手はですね、あのピッチャーで9勝バッターで46ホームランこうちゃんと有言実行していくわけですねところがこの今ですねあのバイデン大統領まもなく就任1年になりますけれどもこうでございます言う、えー、だけ番長と。 これは私が勝手につけたニックネームなんですけれどもこれねあのでも私の,その発明した言葉じゃないんですねこれはあの天下の産経新聞の発明した言葉でございます2009年からですね12年までその民主党政権が日本でできていた時にある国土交通大臣ですねに対してこの大臣言うだけ番長じゃないかということ素晴らしいけど何も実行しないじゃないかというですね ことでで書いてです、ね、まあなんと素晴らしいネーミングだと思ってですね当時さすがを産経新聞と思っていたんですが今言うだけ番長が誰かというとですねやっぱりこの方じゃないかなと思うんですね例えば一つ例を挙げますとね今もうすでにですねワシントンでは2024年問題ということが言われ始めているとあと3年後に何があるのかというと大統領選挙があるわけですねまあちょっと気が早いんですね普通はは大統領キャンンペーとというのは1年とかですね。 まあ長くても1年半とかそのぐらいなわけですけれどももうすでにですねこの3年前から2024年問題と言われているとで、まあ、この方バイデン大統領ですね今79歳ですから2024年には82歳になると。 で大統領に就任したら今度86歳になるということでですね、まあ、とても再任はしないだろうということが言われているわけでございますで既にですねもうこの2024年を見据えてですねこの2人の側近がですねもう反乱が始まっております1人はハリス副大統領。 初めての女性、あとは有色人種ですか、のですね、その副大統領ということで、大変話題になった、まだ若い方ですけれども、彼女はですね、バイデン大統領が一番苦しかったです、あの予算を通さなきゃいけないときですね、あの一番その予算で苦しんでいた11月半ばにですね、なんと1週間近くフランスへ行ってしまったと。 いうことであんたなんか知らんわよということでですね私はフランス行くわということでヨーロッパに顔を売りに行ったわけですねヨーロッパに。で、まあとで言いますけれどもドイツがもうトップが変わるのでヨーロッパの名主がですねフランスになるんじゃないかとまあ来年春にはフランスも大統領選挙を控えておりますけれどもそれでもうハリス副大統領がヨーロッパに自分の顔を売りに行っちゃったわけですね。 で私は知らんわよということですね。でもう一人、もう一人ですねあんまりこう知られてないんですけど、えっと、ブディ・ジェッチ氏というですねこの人は運輸長官運輸長官をして,、ねし,てね、している人なんですけどこの人はですね39歳であの自分はそののあ同性愛者であるゲイであると公言している人なんです公にしている人なんですけれども育児休暇を取ってしまった。で それでもうずっと休んで休みに入ってしまって、その間何してるか？って言うと、もう大統領選挙の準備してるわけですよ。もうバイデンに近いということは、もう今やマイナス要因であると考えてるんでしょうね。それでもうさっさとこう身を引いてるということでですね。そのもう内部からですね。こんな反乱がもう始まるぐらい。 バイデン政権こう、な、ま、ん、あ、と言ったらいいんですかね、ダメ政権になりつつあるということですね、支持率も40%前後でふら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 していると、大変低空飛行ですね、例えば民主党政権でいうと、前の民主党政権はオバマ政権でしたけども、オバマ政権の1年目の最後、やっぱりものすごい高かったですよね、まあ、5割切るってことは、普通はないと思うんですけどね、新たな政権でですね、でさらにです、ね、困ったことがありまして、 でこれでございます世界のバイデン化問題これも勝手に私がつけた <laughs> タイトルなんですけれどもこういうことがですね今進んでいるとあっちにもこっちにもバイデンさんみたいな人ができているということなんですねでまあちょっとアメリカはもう一回おさらいしますとアメリカはその今年1月の20日にですねトランプ大統領からバイデン大統領に変わったわけですね。 アメリカにしてもこう日本、ドイツですね、まあ、こういったところにしてもこう要するに中国を包囲しようと今してるわけですね中国は大変強権国家ですからこれを包囲しようなんとかみんなで包囲しようじゃないかということをやってるんですけれども実際にアメリカで起こったのはこう強いトランプ政権から弱いバイデン政権に変わったわけです中国から見るとですねトランプ大統領のことものすごい怖かったんです。でトランプあの習近平会談というのがですね あの何を話し合ってやったかというのはまあ秘密になって外交機密になっているわけでございますがアメリカの,です、ね、あの某ジョン・ボルトンという人がです、ね、告白録を出版してしまいましてです、ね、これ日本語訳も出てるんですけれども、えー、もう大変面白いこのトランプ習近平会談の模様を赤裸々に書いてるんですね。だからもうトランプが習近平怒鳴りつけて習近平がこう縮み上がってるようなところまで描写してあるわけです。 つまり、中国からするとトランプ政権って怖い政権だったんです。で、怖いと中国は言うことを聞くわけです。強い相手には言うことを聞くんです、中国人は。だからあの、トランプが怖くてしょうがなかった。ところが、今年になって弱いバイデン政権になったわけです。怖くないんです、バイデンのことは。ということが起こってるわけです。じゃあ日本はどうなのかと。 日本はですね、えー、去年まで安倍政権だったわけですね、でまあ、ちょっと菅さん、省略させていただきましたけども、すいません、えー、っと今、岸田さんに代わったわけですね、で、えー、安倍政権のことは、ですね中国はちょっと怖かったんですね、ちょ,ちょっと怖かった、<laughs> ちょっと怖かった、でも岸田政権のことはもう全然恐れてないんですね、これはまあ日本のバイデン政権だと、ミニバイデン政権、東アジアのバイデン政権、そんなイメージでいるわけです、聞く耳持ってるから。 中国のことも聞いてくれるでしょううとということなんですねで。それからさらにですね間の悪いこのドイツドイツがですね来週政権交代します政権交代してメルケル首相が16年務めてたんですけど引退しますでその後なる人は SPD というですね、社会民主党のショルツというですね新しい首相が、えー、なります。 でこれメルケルさんからショルツさんに変わると何が変わるのということなんですけれどもメルケル政権というのは強い政権だったわけです非常に強い政権で中国から見るとこう安倍さんよりももっと怖いぐらいバックに EU がいますからねでもこのショルツさんっていうのはやっぱりですねこう聞く耳を持った人なんですね。だから非常にその 社会民主党でですね彼のその政治の師匠であるシュレーダー元首相はですね中国べったりベタベタの人でしたなので、えー、この人もショルツさんも中国の悪口を今まで言ったことがないというですね人でございますで弱い政権なんですね弱腰の政権なんですねだから中国としては全然怖くないということでこの人ヨーロッパのバイデンもしくはドイツのバイデンが来週出てくるわけです そうすると中国は世界第2位の経済大国ですけど世界第1位、第3位、第4位がですね、えー、いずれも中国にとって怖くない政権になっちゃうということなんですね。そうすると何が起こってくるのかというとこれでございます。2022年、吠える中国とロシアということになってくるわけですね。え中国最近吠えてなないいじゃないかと。 うん、それはそうなんです2月にですねオリンピック控えてますから北京冬季オリンピック・パラリンピック控えてるので今は静かにしてるわけです中国はですねところがオリンピックとパラリンピックが3月に終わったらですね吠え始めます,吠え始めます来年秋、えー、共産党大会です強行に行かないと、あのー、3期目できません。絶対強行になります2020年 はいそれからプーチン政権、えー、オイル価格、これからまたどん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 冬場になって上がってくることが予想されます。でオイル価格が上がるとプーチンさんのテンションも上がります。<laughs> オイルあの高く売れますからね、経済が潤ってくるわけですね。そうするとテンションが高くなってまいります。ということで、2022年来年ですね、吠える中路にですね、どう対抗していくのかということがですね、 大事な問題になってくるんじゃないかということでもうこの、ね、中ロはですねでにこう準同盟だと考えた方がいいと思うんですね。でこの中ロ今年ですね貿易額がですね1300億ドルになりそうだというこれ史上最高ですねあのお互いの貿易額がですね。で、えー、3日前にですねプーチン大統領がヨーロッパの投資家との対話集会とオンラインでやりましてね その時、すす。ごいい私見ててて興味深いことを言ってるんですある投資家の人がですねあのスイスの投資家の人が中国の軍事的なハイテンションですねつまり中国がどん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 軍事拡張軍拡していくことが、えー、ロシアにとって脅威だと思わないのかと怖くないのかということを、えー、ある投資家がプーチン大統領に質問したんです。そしたらプーチン大統領にニヤッと笑ってですねでは私はあなたに聞くがイギリスか、ね、フランスが なんか新たな兵器を開発したらそれをアメリカが怖いと思うと思うかと聞いたんですねそしたらその投資家はいや怖くないでしょうと私も同じだとロシアと中国はもう純同盟みたいな関係なんだから中国は何か開発してそれがロシアに向けて飛んでくるとは全く考えていないとだからどんどん開発していいんだということなんですね。というようなことでちょっとこの純同盟ですね 気になるところそれから本当ならね、もう強いアメリカ政権がガスンといけば、ですねちょっとはこうし、静まるんですけれども、今はですね、もう聞く耳持ち継ぎ政権というだけ番長政権がばっこしておりますので、2022年、要注意ということでですね、寒い師走の話でごございました今日もご清聴ありがとうございました。